トマス・クロムウェル、トマス・ロード・クロムウェルは、ヘンリー・パス・セイの側近だったトマス・クロムウェルの生涯を描いたエリザベス朝演劇の歴史劇。トマス・ロード・クロムウェルが、書籍出版業組合の記録に登録されたのは1602年8月11日で、同年のうちに、書籍賞、ウィリアム・コットンにより最初の4折版が出版された。91の表紙にはこの劇が、 国内大臣一座によって上演され、作者は WS と記されている。第2の4折版はトーマス・スノダムによって1613年に出版された。九2の表紙は九1の繰り返しだが、国内大臣一座はこの時、国王一座に変わっていた。4折版にあった WS は最初ウィリアム・シェイクスピアとみなされ、フィリップ・チェツインドは1664年。 トマス・ロード・クロムウェルをシェイクスピアのサード・フォリオ第2冊に追加した。しかし、現代の研究家の多くはトマス・ロード・クロムウェルの作者をシェイクスピアとすることに反対している。WS というイニシャルの作者は、ウェントワース・スミスか、ウィリアム・スライのどちらかであろうとされる。トマス・ヘイウッドとマイケル・ドレートンとする評論家もいるが、確実な証拠で立証されてはいない。実際のところ、 トマス・ロード・クロムウェルのあらゆる面について研究者たちの意見は分かれている。書かれた時期は早くて1582年から1583年、遅くて1599年から1600年だとされている。内容は主に政治の実力、あるいは宗教的プロパガンダである。ボールドウィン・マックスウェルはこの劇は一貫性を有していないと主張している。前半の 第3幕、第2話までは、劇としてよくできているが、後半になると、尻滅裂かつ投げやりだ、と。マックスウェルは、現存するテキストは2つの戯曲をはめ込んで要約した、ものだと解釈した。他にも、同等とは言えない2人の作者による合作、ある作者が未完成で残したものを別の作家が、完成させたという説がある。ローガンスミス、ピアニッシュも、 189から93ありがとうございます。